川尻秀隆、川尻秀隆は、戦国時代の武将、織田氏の家臣、黒穂周筆頭で、後に、織田信忠の補佐役及び三の岩村上司を務め、甲の国主にまで登った。秀隆及び、川尻氏に関係する文書は少なく、自責の多くは、信長後期や、紅葉軍艦、徳川氏関係の記録に記されている。秀での川尻氏は、 美濃国出身の土豪の一族である。第五、源氏の一派である、肥後川尻氏との関係は不明。また、信長後期によると、織田山と守るや、清須織田氏の家臣に、川尻姓の人物、川尻余一が見られるが、秀でとの関係は不明である。秀では当初は、織田信武、織田山と守るに仕えた。後に、織田信秀に仕えた。 天文十一年1542年8月16歳で、信秀に従って第一次聖津坂の戦いに参加した。天文十七年1548年の第二次聖津坂の戦いに参加した。信秀没後は、織田信長にも仕え、黒滅州の筆頭を務める。永六万年1558年、信長が弟の織田信勝。 信用を暴殺するために、清洲城へ呼び寄せた時には、信勝の殺害を実行したとされる。A63 年、1560年5月に、桶狭間の戦いに参加する。通説では、毛利義勝が今川義元を討ち取ったとされるが、討ってを秀高とする遺説も存在する。A68 年、1565年下期には長秀と共に美の猿拓白攻めを命じられる。 城主田嶋修理助は、地の利を生かしてよく城を守ったが、長秀が隣山を占拠して水源を断ち、秀高が猛攻を仕掛けて落城させた。9月28日の堂々城攻めでは激戦の中、本丸に一番手に突入し、騎士信金を自害に追い込んでいる。戦後、美濃攻めでの一連の功により去る卓城を与えられ、城名を勝山城と解消する。 勝山入場後は、城下の坂穂議長、長蔵寺を、川尻氏の菩提寺と定めた。また戦火で全焼した大泉寺の復興も、支援したとされる。A62 年、1569年、堺聖将と共に、今井早急に、堺北野将の庄門を引き渡すように申し伝える、使者として派遣されている。同年9月、 伊勢北畑市の大川千代瀬めに参加する。この時は、釈源、巡る番主として、菅谷、長頼、花輪直政、中川重政、前田利家等と共に張り巡らされた作内の巡回を担当した。元気元年、1570年2月19日、堺の今井総久からあたか神太郎が、淡路で、三好三人集法を破ったことについて、急報を受けている。 諸城案では、金森長近、下、竹雄案、堺義美祭、菅谷長寄と並べて、名が記されており、当時、信長の代表的な側近と認識されていたことが、わかる。同年6月28日、姉川の戦いに従軍し、本戦後の磯の和正が籠城する、沢山城攻めでは、築城の一つである西彦根山に布陣した。同年9月の滋賀の陣では、 佐久間信盛、明智光秀、村井貞勝、笹成政等と共に、阿能の砦出に入り、比叡山に延略寺方位の一角を担った。元気2年、1571年9月、信長は、比叡山焼き打ちに際して、比叡山三家の天台寺院をも焼き払うことを命じ、秀高は、庭長秀と共に、古都三山の西明寺に焼き打ちを行った。 二十一日には、前年の野田城、福島城の戦いで、本願寺方に内通した高宮右京之助の一族老党を沢山城に召喚し中殺した。高宮も先手を打って切って出たが別段の支障なく、成敗されたという。その直後には、庭長秀、秀高の連盟で、多賀社二条記を下し、安全を保障して、混乱を防ぐとともに、 高宮が預けていた物品を没収している。さらに高宮寺に、畜牧の保護を許可しており、この地域に一定の権益を与えられていたようである。元気三年、1572年10月、武田信玄の敵対を知った、信長の命を受け、織田信弘と共に、岩村城を占拠して、信長の四男、大丸、織田信房を、演算家の養子に据えた。 十一月には、岐阜城に詰めていた、佐久間信盛が、徳川家康の援軍として、浜松へ派遣され、手薄になった岐阜城の防衛強化のために、信広、秀高は帰還する。その直後、信長の強引な手法に反感を持っていた、遠山家臣らは、岩村城に軍勢を引き入れた田方に寝返った、元気三年、岩村城の戦い。翌年三月には、 秋山虎重が入場して、おつやの方と祝言を挙げ、大丸は人質として、会に送られている。天正元年11月、佐久間信盛等と共に、足利義明に組みした、三好義継を若江城に攻めて、自害に追い込んだ、若江城の戦い。天正2年、1574年、前年に元服を終えたばかりの信長の嫡男、織田信忠付きの武将となり、 その補佐役を任せられる。同年2月、武田勝頼の軍勢により、明治城が落城し、武田氏の勢力が岐阜を脅かす事態となった。この時、武田氏の抑さえとして、最前線である上平城、または、日田城に、川尻秀隆が、小里城に、池田爪沖がそれぞれ守備を任せられた、天正2年、岩村城の戦い。信長後期によれば、 同年6月の伊勢長島一行一騎攻めにも参加したとされる。しかし信長は同時期に秀高に書状を送って長島攻めの状況について説明しており、実際は引き続き上平城の守備についていたと考えられている。天正三年1575年2月26日、小笠原上京に書状を送り今週の品の出兵予定を知らせるとともに、 武田家臣への調略を促している。品野への出兵を約束していた、上杉謙信が動かなかったこともあり、小田氏の品野出兵も行われなかったが、6月には、飯田城の坂西氏が無本を起こし、矢沢又兵城、佐野前衛門城、佐々木新在門城等の稲衆が、小田方に内通して、在所を退散しており、調略は一定の成果を上げている。 5月21日の長篠の戦いには信忠を補佐して参陣し、信忠に代わって、信忠軍の指揮を取った。合戦後は、信忠と共に、岩村城に攻め寄せ包囲した。11月、野衆を仕掛けてきた武田氏の援軍を打ち破り、大将閣二21人、合計1100人以上を打ち取る、大打撃を与え、老城衆を降伏に追い込んでいる。その後、 信長の命令に従って捕らえた、秋山虎重、ザ寺ためきよ・コウジ・タメ大島・木之助、おつやの方を、岐阜城に送り、城兵を処刑した。この時、信忠軍団随一の功労者として、岩村城五万国を与えられる、天正三岩村城の戦い。これらの経緯から、信忠家臣団の目付的立場にあったと、推測されている。同年、庭長秀。 柳田広正、松雄館、竹雄安、明智光秀が死生人間されたが、東大記によれば、さらに、花輪直政が、原田備中神、橋場秀吉が、筑前神、秀高が、秘前神を殺したという。しかし文書での使用が一件しか確認できず、後に、秘前神に人間した息子の秀長と混同したものともされる。岩村入場後は、 新たな城下町形成のため岩村側から水を引いて、天正疎水と呼ばれる四本の用水路を設置した。この用水は四百年以上経った現在でも、城下の家々の下を流れ生活用水として大きな役を果たしており、秀隆によって岩村町の基礎が築かれたとされる。その後は岩村城主として長く、東農に泊まり、引き続き武田氏の抑えという重責を担うことになる。 そのため、その後の四年間は、信長の主戦場となった毛利氏や大阪本願寺などの機内伊勢の戦線には、どかかわった形跡が見られない。天正七年、1579年には信忠に、従って荒木村重の摂津有岡城攻めに参加し、その攻略に武功を立てた。天正八年、1580年、信長より、 安土城下の加藤洋らに屋敷を与えられる。この地域には、通称地名となって、川尻、高山、金森一志の信長諸将の名字が伝存している。天正十年、1582年2月からの、公衆征伐に従軍。2月6日、国境を守る滝沢の城番、下城信氏の過労衆を寝返らせ、岩村口から武田領に侵攻した。 その後は信忠率いる本隊と共に進軍し、毛利長秀と共に一時的に大島城の守備につく。2月26日、高藤城の動揺を誘うために調略を用いて城下町を焼き払い、信長から称賛される。3月2日、唯一激しい抵抗のあった高藤城攻めでは主力として戦い、わずか1日で陥落させた。 また決起に流行り命令違反を繰り返す段ただま森長吉の行動を統制する、と、軍艦として信忠家診断を統率している。3月11日、滝川一増、秀高の軍勢が、伝野に逃れた武田勝より、信勝不死を追跡して討ち取った。3月29日、信長は、論功交渉に伴う事業割を発表し、秀高は、 穴山信君寮の開花は治療を除く二十二万国とシナの諏訪軍を与えられた。なお、穴山信君に安堵された本寮と秀高の所領の明確な境界は未確定であり、信長は双方の重心の協議の上で最終的な解決を図るように指示している。後乱期によると、秀高はエリンジの海戦勝機に使者を送り、 六角剣久氏や山和淡路守をかくまったことなどに、対して参加上の質問を行ったという。海戦正規は、六角らをかばって、虚偽の返答をしたため、4月3日、織田信忠の派遣した、津田玄華、長谷川友次、関成重、赤座久さ県によって、エリンジは、焼き打ちにされた。その後、かつて、徳川家康から離反した参加三方衆の菅沼、 貞のり、菅沼光忠、新兵栄一夫氏が秀隆を頼って降伏して、その陣中にいたが、それを知った家康が信長に報告し、家康家臣の牧野康成によって中殺されたという。海東地において、武田氏統治時代と同じ甲府の筒子ヶ崎館、山梨県甲府市古府中町を居場としたとされるが、海野国市、武徳返年修正では、甲府近郊の岩久保館、 甲府志願久保町を本拠にたとする。秀隆の回答地は2ヶ月程度という短い期間ではあったが、甲府盆地や富士北麓、鶴軍において文書が残存し、国印状を用いた広域支配を試みていたことが知られる。諏訪軍においては、当地を示す資料は残存していないが、大官として湯気十蔵を配置したと伝わる。天正10年。 1582年6月2日、京都で、信長が、明智光秀に襲撃されて自害する、本能寺の変が起こると、旧、武田領の各地で、武田維新による国人一揆が起こる。同じ小高中の同僚である、森長義、毛利長秀らが領地を放棄し、美濃へ帰還する中、滝川一正と秀高は両国に泊まった。当時三河、東東海。 駿河の三カ国を領有した徳川家康は、海の併合を起とし、武大信羅を用いた工作を開始する。6月5日、米倉忠次、織井次長に対して、海の武士を徳川方へ帰属させる工作を行い、家康の海進行を待つように指示した。翌6日には、岡部正綱を買い、下山、穴山領に派遣して、菅沼城の不審を命じ、 穴山信君を死後の穴山遼、穴山家新州を従属下に置いている。穴山遼は、秀での所領ではないが、この行動は秀でに、家康に対する疑念を抱かせるには十分であったと、される。10日頃には、秀での地旗であったという本田忠政、信とを支援を名目として、甲府へ派遣した。一説では、秀でを説得して、 家康に従属させるのが目的であったともいう。12日、家康は岡部正綱と、曽根正代を通じて、海の武士に秀高の所領を対象とした、安療状を発給した。これは、徳川氏が海の計略を企画していることを明示するものであった。14日、一期税と交渉していた、本田忠政は、事態収集のためとして、秀高に、 髪型へ帰るように進めた。しかし一方では、岡部、曽根が、海の国内で、事業安土状を発給していることを察知した秀高は、家康の海王領の意図は、確実と判断しており、忠政を残殺して家康との断交の意思を明確に、した。18日、忠政の家臣の呼びかけによって結集した、武大臣に襲撃され、岩久保において、三井八一郎に打ち取られた。 また自害したとも言う。去年五十六。秀高の死により、空域化した、開国は、相模の北条氏直との争奪戦、いわゆる、天正神語の乱を制した、徳川家康が領した。山梨県甲府市岸久保町には、秀高の首塚とされる川尻塚、甲府市指定史跡、あるいは、屋敷跡が伝えられている。江戸時代に入っても城下町には、 秀隆の近所らが居住したことに由来する、川尻町という地名が残っていた。しかし、宝永2年、1705年、会、現時の末裔を称し、武田信玄を崇拝する、柳沢義安が行太、甲府の町名変更により、緑町と改称されている。この秀長は、秀隆の丘陵を森長義に奪われて相続できなかったが、橋は秀義に使えて沿線して、 治領を得た。後関ヶ原の戦いで西軍につき敗戦、戦死、または自害した。秀長の弟である、陳行は後に、江戸幕府に召し出され、子孫は200票の幕府旗本として存続した。信長の信任厚い重心であり、信忠の保筆の信でもあった。長篠合戦の折、信長が秀高に兜を貸しし、 気球の時は秀高をなしろとして派遣するのでその指示に従うように信忠に言命したという逸話が残る。天正2年1574年7月、長島一行一期攻めの最中の信長から体は伊勢長島にあっても心はその方のことだけ心配していると君章愛溢れる書状を受け取っている。同年8月にも陣地を堅固に固めた様子を見せたい。 長島を打ち果たしたら、巡犬しに行くといった内容の書状を送られており、非常に仲睦まじい関係であったことが伺える。天正八年、1580年3月、馬回り衆や高山重友など、大名閣の武将と共に、信長から安土城下に屋敷を与えられている。信長は安土城下に家臣が屋敷を作ることを好み、獣臣たちもその意向を知って、 屋敷を作ることを望んでいたとされる。武田信玄に、信濃を追われていた小笠原城系に、信濃の武士たちの反武田化を呼びかける内容の書状が残されており、武田家臣へ調略を行っていたことが明らかとなっている。秀高の働きかけが、武田家臣の離反に重要な役割を果たしたとされ、実際に、滝沢養外を守る下城久兵衛が寝返ったことにより、 川尻軍は難所の岩村口を難なく突破している。公衆性抜の際、秀高は何度も信長より指令を受けているが、その中で作戦の指示の外に、信忠やその配下の若い武将たちの軽率な行動を統制するよう繰り返し命ぜられている。このことから秀高が信忠の貢献役であり、信忠軍団の実質上の核であったと言える。 会の国で略奪、放火の限りを尽くすなどの圧政を行ったとされるが、会の異文録、会の国歴ライプ、これらは近世の地種類などに記録されているだけで、同時代資料では全く確認できないものである。秀隆の圧政なるものは、信長、信忠富士が武田支援の自社に、極めて厳しい措置を取ったことや過酷な武田新心りを行ったことが、 秀隆た人との責任と誤解されたことが原因ではないかと去る。三輪神社に所蔵されている甲冑、主殺講師菅家移動丸配立ては、武田信玄の元服鎧と伝わるが、三浦一郎は、携帯、製法等から、職法政権下で作られ運用されたものとし、その所有者を、武田氏滅亡後に会を収めた、川尻秀隆かか、それに従属した人物と推定している。なお、 この甲冑には、左肩部分に削ぎ落とされた部分があり、秀で絶命時の刀傷の可能性も想定される。川尻市の墓地は、岐阜県鴨茂郡坂保木町上増寺にある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。